どうもー影谷です。今日はですねスト、ストレスで過食してしまう場合はということについて、えー、お伝えしたいと思います。えーまあ、ストレスがこうあって、ですね、そのストレスを解消するためにですね、えー、過食してしまう、食べ過ぎてしまう、えー、こういう状況になって、ですね、こう太ってくると。 いうことになっっててしまってですねそれで、えー、太ってしまってるけどもそれでストレスがあるからまだまた太あの食べ過ぎてしまうというのを繰り返していってエンドレスでどんどん太ってしまうような、えー、こう状態になったりこうある程度太った状態にこうを保った状態、えー、増えた例えば、えー、5キロ増えたら5キロ増えた状態のその食欲のまんまずっと続けていくからずっと太った状態になってしまうと、えー、いうことになった時にですね これはまずいと、えー、痩せたい、えー、過食してしまうのをやめたい、食べ過ぎを止めたいというふうに考えたときにですね、その食べ過ぎるから食べるのを我慢するというやり方だけですね、えー、そこだけで、こうそこを意識するだけでやるとですね、えー、かなりこう難しいんじゃないかなと。えー、意思の力だけで、えー 食べ過ぎを止めるてしまった時は食べ過ぎてるんですけども、えー、食べ過ぎた状態の量が、えー、いつもの量になるとそれは普通の食事の量になってしているんでその量をまた減らしていくっていうのは、えー、結構これはまた難しかったりこうすると、えー、いうことですね。ほんで、えー、その、あのー、食べ過ぎてしまう状態をですね、えー、やめる場合にですね えー、また元の、えー、そんなに食べ過ぎてなかった、えー、普通の量に戻す場合ですね、えー、をするときにですねどうしたらいいかというとですねまずね自分にかかっているストレスの原因をちょっと考えるというか突き止めるということが必要になってくるかなと思います。 えー、例えばですねそうですね、えー、まあお金とお金の問題があってですね僕なんかでもそうなんですけどもこう商売をしていてですねやっぱ売上げのことっていうのは一つまずあるんですね。で売上げがまあクリアできるようなとまた違う問題が出てくるんですけども、えーまあ、ストレスがこう。 売上が上がらんとかそのお金で困っているということでですねまあ、借金でもいいですけどもそういうことでおかあのストレスがかかっているとしますまあ、借金にしましょうか、えー、借金があってそれがこうストレスになっていると、えー、するとですねそれで食べ過ぎている場合はですねその借金がなかなか、えー、返せないと、えー、例えばこう 利子とちょっとの元本が減っていくだけでなかなかこう先が見えないとこうするじゃないですかでその時にですねその、えー、その状態がありますよねそのなかなか借金が減らないで苦しんでる状態のストレスがあってですねそこのあったまんまですね、えー、ただ食べるのを抑えるっていうのはなかなか大変なんですよね。 だからそこはですね、まず、その借金をどうやって返すか、えー、よりこう借金をこう返しやすい状態にするかということをこう自分の中でこう考えるとでその解決方法をこう自分の中で探るということですね。えーだから借 借金する借金をね、えー、返すためにはですねそのお金を稼いでそれを当てるとかあと自分の中でこう無駄遣いしているものに関してはこう省いてですねそれを全部借金の元本を削る、えー、元本を返していくためにこう当てていくような。 作業していくだから自分はこうちょっとこう生活的こう苦しいこうストレスのかかる状態であってもですね借金がこうこれぐらい減っていってるっていうのがあるとですねなんとかこう、えー、その根本原因で借金がちょっとずつ減っているんでですねストレスの度合いがですねちょっとマシになるということでその。 えー、生活を変えたりとかですねお金を稼ぐために何かをしていくっていうことをこうすることによってですね、えー、借金が、えー、ちょっと減りがこう大きくなってきてですねそのことがこうストレスを軽減するようになるということですね。で、えー、そのお金を稼いでいって借金のメドがつくあとあるいはですねこうなんか、えー、借金の,その整理をしてですねちょっとこう 返す金額をこう少なくするというか少なくて済むようなその法的措置をとるようなことをするしてですねある程度こう気持ちを軽くするとですねえストレスがね先が見えてくるこう前に光が見えてくる感じになるんでですねえその借金があるっていうことだけで頭いっぱいいっぱいになってたものがですねえ先の光がこう 見えててくることによってストレスが軽減されますよねスストレスが軽減されてくるところであのその過食してた食べ過ぎていたその食事をですねちょっとセーブするように自分で持っていくんですねそうするとですねそのストレスが軽減されてる分その、えー、過食してですねストレスをこう発散する状態じゃない状態になってるんでですね 過食を抑えるることがこうできるようになってくるまあ胃はざっくり言ってますけども大体いいそういう感じになってくるとだからそのストレスの根本原因を解決する動きをしながらですねストレスの解消方法もねまた違うものにこう変えていく必要もありますけどもでだから根本原因をこう解決する活動をしていくとそのストレスが。 ちょっとこう緩やかになりますねその気分的にこう軽くなるんでその時にこう食べ過ぎというものをこう解消しようとすると意外とこう素直,素直にというかこうすんなりとね、えー、食べ過ぎがこう収まる状態になるかなというふうに思います。だから、えー、食べ過ぎている原因は何だということですね。そのスストレスで食べ過ぎている場合はあ 今日はストレスが原因でなんでそのストレスの根本原因を調べてそれを解決する方法を持っていってその糸口が見えて光が見えてくると、えー、ストレスで過食してしまうことはこう防ぐようにこうなっていくと、えーそれまあ、今単純に言いましたけど大体そういう流れになるかなというふうに思います。 ということで今日はですねストレスで過食してしまう場合はということについてお話しさせていただきましたでは今日もよっしゃでいきましょうどうもありがとうございます。